主に手作りのおかずがずらりと信じられないほど並ぶ田舎のナムル定食。ソウルから東に2時間、京畿道ヤンピョン郡の山あいの小さな村に、村の人から60年間愛されている小さな食堂がある。テーブルいっぱいに並ぶ主に手作りのおかずが評判を呼び、今ではソウルからも人が訪れる店。昼間のメニューは韓国の家庭料理の定食、別班のみ。ナムルの中には村の人がその日持ち寄ってくれた材料ですぐ作ったものも並んでいる。季節の味をあれもこれも出したいからおかずが多くなるそう。これ一個一個が違う野菜で、らしいよ。あ、そうなんだ。15種類のおかずとご飯、天ジャン味噌汁、なんと600円。豆腐の煮付け、ぎゅっと目の詰まった豆腐が美味しい。茹でた貝、コマクにピリ辛醤油だれをかけたもの。どの料理も甘くせず塩味を効かせてシンプルに味付けされているので、素材の風味が生きていてご飯がめちゃくちゃ進む。おうちご飯の定番、柔らかなアウという野菜の天ジャン味噌汁。とにかく野菜のおかずがどれも美味しくてもりもり食べられる。これは何だろう。タレ絡めたんかな、めっちゃ美味しいね、ちゃんと魚もついてる。これウリっぽいよね。私これ美味しいな。なんか食べたことあるっていう野菜なんだけど、何なのか。いつもこの辺はなんか分かりづらい。これミナリでしょ。これこっちの、これがモミでしょ。うん、このなんか全部同じに見えて、全部違うお野菜を使って違う味付けをしています。これはセリ、セリをちょっとさっぱりとあえてて、これなくなっちゃったけど、巻き粒がいい。酸っぱいかこれで。今までわかんない。なんだっけ、なんか書いてる。なんか数コチュジャン味で、これはフキを、フキを天ジャン味なんだけ。うん。もういい。もういいね。もういい。もういい。もういい。うん。これ美味し
味しい。なんかのお魚の皮を揚げてこう醤油だれを絡めたやつで、これめっちゃ美味しいです。初めて食べた、うん、初めて食べた、うんうん、美味しい。ご飯もらおう。サジャンに、もしパックが出ないよ。パンマンジュースよ。クパモゴ、クパモゴ、これは半分じゃない。じゃなくて若干心持ち。こわすんだ、ハリボーちゃんからボッパドシリッソ。大きな圧力鍋で炊いたご飯とお汁だけでも美味しい。美味しいおうちご飯は素朴でも本当に幸せな満足感をくれる。めっちゃいいわ。来てよかった。私が気に入った売りみたいなおかずはなんとスイカの皮だった。材料費のかからもんで上手に作ってるんだね。うん、こういうの。2杯目も完食、もう一杯でもいけそう。600円の定食を食べに車で2時間。幸せとはごくシンプルなものなのだと思い出させてくれる贅沢なお出かけだった。